そうですね。夏なのかな。準備できた？じゃあアクション。皆さん、本日はようこそディズニーハロウィンの世界へ。今年のディズニーハロウィンのテーマは、美しくも怪しげなスタイリッシュ美男子の世界。いつもはお話の中で恐ろしく描かれている私たち美男子、しかしその実態は皆様より少しだけ美しく、マルチエナ働くだけ。決して恐ろしいものではございません。私たちの怪しげな美しさ、きっとあなたを。いやー、皆さんこんにちは、スキャンダーです。ハッピーハロウィン。まあ、私に会いに来てくださったんですか。スキャンダー、お前いい加減にしない。あ、お前年々服装が派手になっていったのに、はい、今年は逆戻りしてるじゃないか。やだミスター、よくぞ聞いてくださいました。私ミススキャタ、人間でありながら立派なヴィランズになるために7年修行をしてまいりました。その甲斐あって立場としましては、もうほぼ免許皆伝という状態。まあそんな時だからこそ、初心に帰り清く正しい明日のヴィランズを目指していこうという。スキャタ、ヴィランズの世界に清く正しいもないもんだ。しかもほぼ免許皆伝、はい、免許皆伝、はい、ありえないし聞いてないし、そんな話知らないし。でもな、お前が免許皆伝されなくても永遠に私の助手ということは変わらないから、心配するな。そうですか。ほっ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 。これはすいません、申し遅れました。私の名はミスター V、 以後お見知りおきよ。さあ本題に入りましょう。皆さん、ヴィランズの魅力を、その世界を彼らがご紹介いたします。そこでその魅力をご理解された方のみが、美しくも怪しい我々ヴィランズの世界に招待されるのです。どうです、素敵でしょう。題してディズニーヴィランズリクルーティング。それでは彼らリクルーター一人一人を紹介するとともに、その魅力を彼らのこの魅惑のポーズでアピールしてもらいましょう。今度ご覧なれ。さあ続いては、口八丁手八丁、あのアースラーの一番の手下、エイトフットのジョー。今は隠しておりますが、あの8本の足にかかれば何でもござれ、あなたの望み叶えます。あなたのお悩み何ですか。人間関係、それとも恋のお悩み。俺と契約すればあなたのお望み何でも叶えて差し上げますよ。ただしご契約はお早く。夜の海は見境がつかなくなるからね。最高にタコし、いえ、生かした一日になるようにこのポーズを送りたいと思います。素敵だ、どうもありがとう。さあレンズミランズの紹介は以上でございます。続いては男性ゲストの心を掴んで離さないでしょう、ヴィランズレディのご紹介。スキャター、それじゃあカッカのプリプリポーズ。ダンスの最後には必ず手をこのように広げて、ハッピービランズ、よろしくお願いいたします。さあそれでは参りましょう、はい、ハッピービランズシックスポーズダンス、ミュージックスタート。さあまずはリクルーターたちのお手本をご覧
る。ワン、ツー、スリー、ドン。ダルメシア、ダルメシア、アップル、アップル、エイトブ、エイトブ、ベー、ベー、ホク、ホク、スカー、スカー、はい、ハッピー、ビアー、ダルメシア、ダルメシア、アップル、アップル、エイトブ、オレだ、ベー、ベー、ホク、ホク、スカー、スカー、ハッピー、ビアー。さあ、ここは順番がほんの少し変わっていきます。皆さんしっかりついていって、ワン、ツー、スリー、ゴー。エイトブ、オレだ、ベー、アップル、アップル、ホック、ホック、ダルメシア、ダルメシア、スカー、スカー、はい、ハッピー、ビラー、スカー、スカー、ホック、ホック、ベール、ベール、エイトブ、オレだ、アップル、アップル、ダルメシア、ハッピー、ビア。皆さんとても素晴らしい。さあ、今度は皆さんの番ですよ。どなたがこちらの世界に招待されるんでしょう。スキャタ、はい、あとは任せた。かしこまりました。では行きますよ。1,2,3,4。ダルメシア、ダルメシア、アップル、アップル、エイトフット、エルダ、ベール、ベール、ホック、ホック、サー、サー、はい、ハッピー、ビア。終了とさせていただきます。美しくも怪しげなハロウィンの季節、皆様のもとにもぜひともハロウィンチックな幸せが訪れますよ。スキャタ、最後であれ、かしこまりました。それでは皆さん、最後はご一緒にハッピーハロウィン。